はい、モディビュース3続きからやっていきたいと思います。2年目10月ハロウィンですね。はい、今月は結構仕事、あれだよね、テレビ系が多かったよね。はい、ギャルですギャルですっていうのもちょっとよくわかんないけど、ちょっとギャルっぽい仕事をちょっと私望んでるんだけどね。なんだろう、まあ、ギャルっぽいのはないわねまあまずないわね。自分らしくありたい、私の強めピープス。強め？待って、生意気ブラックロック、めっちゃ良くない？生意気ブラックロック、ちょっと本気ですわ。生意気って、厚底とダークカラー買った、まあ、ピープスあんま知らないんですけど、厚底ね、まず。ああなるほどね、なるほどなるほど、ああなるほどね。まあ、でも次ロックじゃん。だからロックの時に使いそうなアイテムはあえて使わない方がいいよね。じゃなくて、ロックで使わないだろう厚底ってなると、これあれじゃん。ゆうたちゃんがなんていうの、私服で着させてるのこれだわ。あえてこれでいくか、じゃあ。で、ピープスっていうのは何なんだろう。ピープス、なんか2の時も言った気がする。ピープスってなんだっけみたいな、言った記憶がちょっとだけある。これがピープスなのこれは使ったことない、攻めすぎじゃない、ちょっとこれいいのねえ、これはさ、なんか事務所 OK、 これ大丈夫ねえ、いいのかな。なんか露出度高すぎません、さすがに。ダークカラー、ダークカラーね。いやちょっと攻めすぎよこれ。お母さんちょっと心配になっちゃってたよね。大丈夫かしらみたいな、ちょっと。あーどうしよっかな。そうね、まあ履いた方がでもダサいな。なんかダサくないですかこれ。腰いります？知らないと思うんだよね。ね、露出度が高すぎてちょっと本当にさ、大丈夫？クレームじゃない本当にぴったり大丈夫？思ってたのと違った。なんかもうちょっと私が得意なというか好きなコーデになるかなと思ったら、ちょっと露出を高めコーデになってしまうという、予期せぬ事態ですよ。緊急事態、緊急事態。まあまあ、でもまあ悪くはないもんね。でもね、ギャルには合ってるよね。でもね、まあこれでどういう服になるか、じゃあ服じゃないわ、ページになるかだよね。あ、いいの、待って待ってすごく高圧的じゃない？いいよ、待って待って、私好きな感じやんこれ。待って、目元、もっと下向いてもいいと思うよ。あ、いいね。首はちょっといじるのやめよう。私首いじるとなんか変な方向いっちゃうから、首が。そうね、なんかちょっと強めの言葉を入れていきたいけど、もうすでに入ってるのよね。じゃあ私イエス、何があって、イエス。ちょっと背景なんか弱いかな。もうちょっとクール系の背景っていろいろありません？これよ。いや、こっち、クール系結構あるな。果たしてこれはクールなのかなみたいなのも多々あります。あ、これじゃ、
これは何、心霊スポット？心霊スポット、やっぱ自分強めだから、私の強めってやっぱ強めを出していかなきゃいけないから、これにします。心霊スポットで撮りました大丈夫かな、大丈夫、君のコーデがクラスで持ちきり、違くない、心霊写真だからとかじゃない、大丈夫、もうちょっと可愛いところで撮ればよかったね。さあ今月どうしましょう、メンズ行ってもいいかな、そろそろ、それとまだガールズ行っときます。トリマ、え、でもゆめちゃん行けないの、ゆめちゃん行きたいんだけど、ゆめちゃん、チャーミングか。ゆめちゃんに会いたい。いい後輩やからな。やっぱ一番いい後輩ですよ、ゆめちゃんが。今のところ。よし。メンズは、まあでもそうだよな。3年目とかもあるわけだしな。難しいよね。10がマックスだとしたら、あんま早く行きすぎてもね、微妙ですもんね。あ、今月といえばデートあるんじゃなかったっけ？そうだよね。あ、違ったっけ？なんかおデート言うてた気がするんだけど。生意気ブラックドッグ。もう、これはもうやりたい放題ですよ。はい、何ですか、黒のボトムスとレーザーのアイテムを使うね、パンツよ、絶対パンツだってロックなんだもん、もうゴリゴリよゴリゴリ、黒でロック18個しかない、なんでもうちょっと用意しといてよって、うわ、何これ怖い、マジなの、これちょっと履きたいな、え、なんかしょぼい、え、なんか結構おしょぼじゃない、今のおしょぼだよ、これじゃない、絶対これだよね、待って、でもレザー入れれないんだけど、ちょっと待って、こっちを一回レ、あ、違うな。ちょっとどっちもクリアして、レザー入れよ。レザーね。これじゃない？いや、こっちでも。え、これレザーなの？あ、まあ言われてみれば質感レザーか。確かに。納得。私が間違ってました。で、あとロックで小物つけていこう。これ大好きなんだよね。私、こういうの可愛くね。リアルではなかなかちょっとつけられないなと思うけど。あとは、そうですね。うわ、ロックじゃない？なんかロックだよね。はい。なんかモデル2に比べて私、あの文句言われる頻度は低いですよね。あのちょっと欲しいわみたいなね、あんまないよね。意外と順調なんだよね。まあ着せ替えゲームもね、プロの領域。それは嘘それは嘘、全然ダサいもん私これ。だってもうなんか無難だもんね。なんか逃げてるよね。もうちょっと攻めろよみたいなね。それはそう。なんか違うって。いや、ポーズとか、もう、その、あれはいいわ。全然いいけど、絶対に背景が違う。なんでこんな落ち着いてるの？ロックだよ、我々。これぐらい攻めなきゃ。これとか、何これ。これは意味わかんないよね。え、待って、私これ好き。なんか、いいな、平成だな、ね。すごく平成だよね。
好きです。うん、こうしてます。スタンプはね、まあ文字入ってますからね、すでにね。まあ入れるとしたらちょっとクール系の、そうだね、これでも入れとく。隠れミッキーみたいな、隠れ顔面、はい、いらねえすごいいらない。いや、よくない？すごいよ。うん、綺麗すぎてまぶい、まぶいみたいです。今月の編集部は余裕でしたね。どっちもまあ黒だったし、うん、そうそうそう。いや、もうほぼ会えないんだしんどいね、ほぼ会えないの。もう一回ここ上げようかな。これで多分ゆめちゃんは2回ぐらいは連続で喋れるから、まあ、今月と来月は大丈夫みたいな。うん、そっか、センスとかも6しかないんだ。うわー、これパラメーター上げをサボってきたのがここに来てちょっと来てますね、いろいろね。うん、よろしくない。とてもよろしくない。うん、さあテレビ局行くよ。はい、なんだっけ、テレビ局ロケと、ロケ覚えてるんだけどな、なんだったっけ。バラエティでした。はい、星をモチーフのアイテムとイエローのアイテムを使ったポップね。ポップ好きすぎない、テレビ。まあ、そうだよね、テレビもポップな人が映った方がいいもんね。そういうことだよね。ごめん、星はねちょっと不安ですね。ないことはないと思うんだよ、ほらあったでもそうだね、やっぱ小物でしかないね。うん、まあそれは仕方ないよね。でも小物以外で星ってむずくない？これいらなくない？だっていらないよね。バラエティにそんな持ってくるやつ、ちょっと本当にどないって感じもね。でポップね。まあでも黄色を使いなさいということなので、まあ、そうですね、これになりますよね、自動的にね。あ、でもなんかいいんじゃない、オレンジなんて着ちゃってさ。もうなんかなんだろう、まあ、うん、フレッシュ売りだよね。靴がね、これかな、普通の靴なんだけどまあ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 、まだハロウィンだからギリギリこういう薄着でも許されるんじゃない？ダメ？今の時代結構暑いじゃない、このまだ10月って。全然 OK だと思う。あ、これね、うん、うわ、みんな冬服着てる、やばくない？やばいやばい。ゆうたちゃんだけもう全然ダメって感じ。ことわざからのも出題です。石の上にも、石の上にも、え、石の上にも3年だよね。はい、どんなに辛くても辛抱すればいつかいいことがあるという意味のことわざです。夢不正解だった、悔しい。え、なんて答えたの？じゃあ正解だった。でもそんな意味があったんで知らなかったな。白熱したバトルを繰り広げた。面白くない？なんでゆめちゃんはいないの？別に3人で取ればよくない？なんで？あ、ねえ、あと思ったんだけどさ、海外ロケなくないですか？なんか前作まであったよね、海外ロケ。え？海外行きたいんだけど。海外行きたいんだけどはちょっとあれだよね。え、でも海外行きたいよね、せっかくなら。よし、ゆめちゃん行けるぞ。ゆめちゃん。はい。
企業敗戦もありやったな。はい、ランチ誘った。え、どうしたの。すいません先輩、このランチすごく美味しいですね。悩みある話してよ。今までメイクもコーデも愛子先輩の真似ばかりしてたから、自分がどんなモデルになりたいのかまだ分からなくて、モデルとしての方向性悩んでるんです。私はもうかっこいいモデル。やっぱ可愛い系は無理じゃない私。ありがとう、なんかメガネいただきました、ありがとうございます。いい子やね、やっぱゆめちゃんいい子よ。よし、またロケか。ロケはさすがに薄着はダメだよね、ちゃんと厚着しないとね。そうだよね、ハロウィンに半袖はちょっとあの子やばいねみたいになるもんね。デートはあれか。え、デートって今月なかったんだっけ。なんかね、前回の終わりの時の記憶が、はい、心霊スポットロケよ、もう大好き、イエーイって感じ。余裕のゆうこちゃんじゃない、誰ゆうこちゃんね、なめんじゃないわよって感じ。マジで私心霊スポット回る系のあれやりたいの、やりたいけど、そんなね、なんかあれかなと思った。なんかそんな機会もないからね。カジュアルでしょ、これじゃない、これ、これ、これはないわね。うわ、カジュアルじゃない。でもスニーカーさえ使ってればいいんだから、スニーカー、スニーカーあるかな、大丈夫、あるね。あ、これダメなんだ、なるほどね。これでどう。あ、いいじゃんいいじゃん、ただちょっとさ寒くない、さすがに。いくらね、そのゆうたちゃんとはいえ、ああ、これいいんじゃないかな。いや、でもこれいいよね。これ結構良いと思う。なんかデニムでね。デニムデニムしていこう。ってなったら、バッグはいらないので、アクセサリーはちょっとゴリゴリにつけたいですね。首ちょっとなんかでも弱いな。これ埋まっちゃうから、やめよう。耳に星でもつけとく。光るわよって。もうね、頭ね、夏じゃないんだからさって夏気分で行かれても困るよね。あ、じゃあ余裕ぶっこいてさ、これ持っていこうよね、超余裕です、コーヒー飲んじゃうからってね。やばいやばいやばい、パンツだった、本当だ、パンツって書いてあった、ごめんなさい、なんか全然無視しててごめんなさい、謝罪します、本当にごめんなさい。デニムデニムとか言っといて、ちょっとデニムできないわ、ごめんなさい。いや、ダサいな。まあでもそうだね、心霊スポットロケってやっぱり草むらとかにも入っていくと思うの、だからやっぱそうだね、やっぱ長い方がいいんじゃないかな。これダメなんだね、もうこれでいこうじゃ。はい、よし、コーヒー持っていくけど大丈夫炎上しない。あら、ゆめちゃん怖いの。今日はなんとお化けが出ると夢のトンネルに来ています。トンネルに入って本当にお化けが出るのか検証してみたいと思います。大丈夫、そういうの絶対出ないから、怖くないのよ。はい、暗すぎないいくらなんでも暗すぎない。何、どうしたの。
誰か夢なんてもさありましたよ。虫だよ。なんだそっか、いや嫌だけどね、私虫が当たるのも嫌だけどね。今ので腰が抜けて動けなくなっちゃいました。何何どうしたの。私だよ。面白すぎない？何このやつ、漫才じゃんもう完全に。ちょっと待って、このゆめちゃんちょっと怖くない？ちょっと怖い。ゆうたちゃんのあれね、見方によっては懐中電灯にも見えなくはないわよね。うん、面白い、これいいね。ロケ地のこともっと知りたいな。行く気でしょあなた。ダメよ、心霊スポットその遊びで行っちゃう。ね、ダメダメ。ゆめ初めての進行で緊張しちゃってうまくできなかったな。そう、次のでねうまくいけば OK よ。うん、本当にお化けダメなんです。え、超簡単だったよ。でも面白かったよ。お、藤田とハロウィンで賑わう街にやってきた。すごい人だな。しかもみんな仮装してるし、見ておいたゾンビにミイラ、魔法使いもいる。強くない？喋りかけるのね。でも来年は仮装しようかな。ゆうたも一緒に仮装しようぜ。いいね。うん、赤ずきんちゃんぶりっこじゃない？魔法使いかなって。うん。マジ来年やるの？本当に絶対だよ。絶対ない気がするんだけど。私だけ？なんかない気がするんだけど。けどコスプレアイテムってなかったもんね。そうだよね。さあ、4週目。どうしましょう。桔梗パイセン行くか。久々だし。もう企業パイセンストーリー上で出てこないからさ、自分から会いに行かなきゃいけないもんね。登山にやってきた、嘘でしょ。絶好の登山日和だね。二人とも大丈夫？ちょっとしんどいよね。登山なんて初めてだから少し緊張しちゃって、辛いです。私もう辛いです。しばらく進むとカノンが疲れてしゃがみ込んでしまった。わかる、動けないよね。せっかく桔梗先輩が勤まったのに。休みながら行きましょう。待って、すごい山登ってない？この規模の景色が見えるって相当よ。ねえ、いい景色だね。そうそうね。あ、3人で撮ってるのなんかレアじゃない？てか、ゆうたちゃん、この格好で来たんだよ。あのギャルの格好で来たんだよ。やばくない？強すぎるでしょ。ゆうた、思いやりがあってないね。本当に？はい。もしかしてうちのこと？いや、いいよ。ハッシュタグね。ハッシュタグ。どう見たってやっぱこれね、見た人が一番気になるところはね、違和感がやっぱあると思うのが合成なんじゃないかって。だってギャル真ん中にいるわけでしょ、なぜみたいな。急にギャル登ったのみたいな。そうね、これじゃない、やっぱりギャル登山。わけわかんない。登山ってあるのにね、ハッシュタグね。関係ないのよ。ギャルに流行らせようとしてんの、ギャル登山。絶対流行んない。誰もやんないよ。まあ、良いでしょう。ね。さあ、もう11月ですよ。なんかいい仕事あるかな。ワクワク。なるほどね、特番があるのね。あ、よかった、代理店ありますよ。はい、よし、特に今日は何もないのね。はい、ということで
まあ、無事10月も、まあ、いい感じに終わったんじゃないかなと。はい、ということで、これで終わりたいと思います。バイバイ。